はいどうも、競馬ストーリーテラーの田原元成です。今日はですね、阪神ジュベナイルフィリーズの前頭分析ということで、どんどん進めていきたいと思うんですけれども、一応ですね、そのコメント欄見させていただきました。ありがとうございます。で、ステアーズステークスの AA から C みたいな、 S だ、 S から C みたいな、そんなようなことをやったんですが、まあ結構コメントをすごくありがたいをいただきまして、やります。今回の前頭分析でも、まあ要はこの辺にね、この辺にこう出ると思うんです。その S とか評価 S とか評価 C とかを参考にしつつ、でもね、僕のやっぱ話していることもできれば聞いてほしいなっていうそんなようなこともありますので、まあそんなような形で今週はですね、進めていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、まずは青いゴールドです。まあこの馬すごくゴールドシップの血を受け継いでると言いますか、なんていうんですかね、この右回りの時計のかかる小回りの馬場、ここが一番合います。なので僕は来年のフラワーカップとかすごくいいんじゃないかなと思ってるんですよね。となるとここはちょっと厳しいかなっていうのが正直なところです。はい、続いてインフィナイトです。この馬なんか何かに似てるって思いません？僕なんかダンビュライトにすごい似てるなって思ったんですよ。そう、2歳の時のダンビュライトですね。2歳の時のダンビュライトっていうのは新馬戦を勝って2戦目も重賞で2着というな、そんな成績だったんですけれども、どっちも道悪でした。で、この馬も同じような戦績をたどりつつ2戦とも道悪でした。で、今回おそらく週末の阪神はパンパンの両馬場が濃厚なんですけれども、そうなった時にダンビュライトって何着だっただろうっていう、これちょっとおのおの見てくださいという感じになるんですが、そうなった時にやっぱ僕は中心視野できないのかなというような印象を受けてしまいます。まあこういった未知の馬っていうのを本命とかにそういうのに抜擢するっていうのはなかなかリスキーなことですし、そういうのであれば僕は2列目とか3列目とか、そのあたりに据えるのがいいんじゃないかなというような、そんなような現状の評価ですね。はい、続いてウィン・アグライアです。まあ、2戦ともね、すごく人気のない状態で勝ったようなそんな馬なんですけれども、2戦ともその負かした馬というのが正直大したことなかったです。ごめんなさい、これ言い方厳しくなっちゃって、という感じですので、やっぱ前走がその力の差をまざまざと見せつけられたようなレースでしたし、ここは厳しいのかなというような、そんなような印象です。はい、続いてはエイシン・ヒテンです。僕ストーリーテラーなんていう肩書きでやってるんですけれども、この馬を語るためのように生まれたような肩書きだと思ってます。今ね、父親がエイシンヒカリっていう馬だったんですけど、現役時代に海外G1はものすごい強さで逃げ切ったみたいな馬なんですね。で、母父のエイシンワシントン、これが現役時代また快速馬で鳴らしたみたいな、そんなような馬なんです。いわゆるエイシンとエイシンがこう重なってエイシンヒテンが生まれ、エイシンヒテンが逃げ馬に成長した、こんないい話ないですよ。なので、まあもちろんそれだけじゃないです。それだけじゃないですよ。その前走の勝ち時計っていうのを見たときに、同じ日に3勝クラスで1006があったんですよ。それと0秒にしか変わらないんですよ。めちゃくちゃいい時計で走ってます、前走。まあ、結構鞍上とかは展開に恵まれたとか、マイペース逃げが叶ったので、みたいな、そんなようなこと言ってたんですけど、僕はそんなことはないと思ってます。フロックではないです。なので、まあここマイペースでいけるかどうかは、まあ確かに、この G1 となったね、そういうのが戦いだとは思うんですけれども、結構その同型でポールネイロンという馬、まあこれ後で話すんですけど、控えるみたいな、そんなような競馬を示唆していますし、もしいい枠を引き当てることができたら前走の再現、まあ勝つはねちょっと難しいと思うんですけど、まあ3着とかその辺は全然あっていいと思う、そんな一頭です。はい、続いてオパールムーンです。まあ、初めに言っときますね、僕はこの馬は前走の2着は全く評価はしていません。はい、ごめんなさい。という感じなんですけれども、というのもですね、阪神の1004って、ハイペースになった時に、ああいう差し馬は全然来ます、普通に。例えばその阪神カップとかは思い返してほしいんですけど、その、例えば昔で言うと、サンカルロとか、そういう馬が毎年恒例で、こう、外からズバーンと突き抜けてみたいな、そんなようなレースをしていました。阪神1004って結構前がかり、有力馬が前にこう、一気にこう、前を攻めるみたいな感じで行って、結果差しがはまるみたいなことは全然あるんですね。で、僕は正直その恩恵を受けたのが、この今回のオパールムーンだったと思ってます。で、実際そのビクトワール・ピサという血統が、すごく距離短縮に強いんですね。こちら多分出ますけど、はい、そんなような血統ですし、まあ、距離逆に言うとその距離延長、流れが緩くなった時に関してはすごく成績を落としてしまっているというのが今のデータとなってます。となった時に僕がすごく次狙いたいのはフィリーズレビューなんですよ。まあ阪神専用で行われて、まあ阪神専用というのはファンタジーで、
構想している条件ですし、うん、なので僕は今回はこの馬に関しては評価を落とします。で次フィリーズレビューに出てくれたらの話ですけど評価を上げます。そんなような一頭です。はい、続いては里のレイナスです。この馬は前走めちゃくちゃ強かったです。同じ日にスプリンターズステークスがありました。これはグランアレグリアが33秒台の末足でもう前が止まって見えるようなそんな足で突き抜けてますだったんですが、実はこの時の開催の中山って全然上がりが早くなかったんですよ。いや時計もかかってたしみたいな、例えばその開幕試合の京成杯とかの勝った馬、トロワゼトワルとか全然前年の時計よりもめちゃくちゃ落としてますし、そんな馬場でやっぱああいう上がりを使えるっていうのはさすが良血だなみたいな、まあ、ただねアーモンダイの2世はまだ早いです。さすがにさすがにやっぱあの馬は化け物でしたって考えた時にやっぱこの馬でも強いのは確かなので絶対に評価しなければいけないです。2列目以上の評価必要です。はい、続いてはサルビアです。サルビアはさっきオパールムーンで言った時とちょっと似たような感じですね。やっぱ距離短縮の方が合ってると思います。この馬はまあやっぱ前走1004、まあ1004でちょっと結果残せなかったっていうのもありますし、そこから1006への距離延長、まあ厳しいと思います。はい、続いてはジェラルディーナです。ジェンティルドンナの子で父親モーリスみたいな、そんなような馬なんですけども、まあなんだろう、血統だけで買いたいですねこれはモーリス3区って意外と阪神の外回りとは合っているそんなような種牡馬ですし、まあ阪神ディープインパクトは言わずもがなとなった時にやっぱこの血統的にもね、そのすごく後押しがありますし、やっぱノーザンは怖いは怖いです。この G1 牝馬においてってなった時にやっぱ何らかの印は打っておいた方がいいような、僕はそんな気がします。はい、続いてシゲルピンクルビーです。ほんとシゲルピンクダイヤと間違えそうなそんな場面なんですけれども、まあ結構そのシゲルピンクダイヤ今週なんか中日新聞杯に登録をしていまして、あ、これって多分兄弟姉妹でなんか重賞同じ週に出したいのかななんていうちょっと僕の勝手な想像もあったんですが、ちょっとねこの馬の能力もちろん評価してしたいところなんですが、やっぱこの阪神ジュベナルフィリーズという面で言いますと、前走新馬未勝利の1004勝った馬っていうのは全く来ていません。まあ実際この馬の前走っていうのもすごく見どころがあったかと言われれば、まあイエスとは言い切れないような、あ、そんなような現状ですので、ここでは厳しいと思います。はい、続いてはソダシです。まあ、週中のね、そのツイッターとかでも書いたんですけれども、このままラップがめちゃくちゃいいです。新馬戦がこう加速ラップでこうズン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 行くような感じで勝ち切って、2戦目は逆にね、そのユーバーレーベンというものに思いっきりまくられて、あ、これやべえなって思いながら見てたんですけど、それでも押し切ってしまった。これは減速ラップでかなりスタミナがいるレースでした。で、僕前走、アルティミスステークス、めちゃくちゃ疑ってました。この時は。やっぱその2戦のね、吉場の2戦のインパクトが強すぎたっていうのもあって、高速馬場の東京どうだろうみたいに見てたんですけれども、終わってみれば上がり3ハロン33秒9、ラスト2ハロン目で 10秒台、あの競馬されたらもう歯が立ちません他の馬は。となった時に、僕先に言わせてください、これ来年の春は G1 勝つのはかなり難しいと思ってます。この馬は本当ファンの多い馬なんでね、本当申し訳ないなっていう表現になってしまったんですが、やっぱね、その完成度が異常に高いですよね、この馬。で、やっぱもともと血統背景とか見ると、ダート馬とかね、そんなような馬を輩出するような血統でもありますし、やっぱ来年の春となるとノーザンが黙っちゃいません。エース級をバンバン送り込んでくるんで、そうなると厳しい部分は否めない。だからこそ、ここしかないんですよ、チャンスって。本当に。2歳 G1 のまだ完成されていない馬が多い中で、ディープインパクト3区が1頭しかいない中で、この馬が持つキャリアの優位性、経験値で、あとまあ本当ジョッキーとね、その調教師の絆とかね、その北村康平調教助手とかそういうのあるんですよ、いろいろ言いたいこと、まあ尺が足りないみたいなそんな感じになっちゃうんで、ちょっとこの辺で控えさせていただきますが、これはコラムでめちゃくちゃ書きますという、なんか人と人との絆とかそんなのも感じられる馬ですし、僕は思い入れを込めた上で評価しなきゃいけない馬ですし、もちろんそのデータの後押しもあります。過去の内容も良かったですっていうふうに考えた時に、まあ内枠だけは引いてほしくない、それだけです。やっぱ揉まれる競馬をしてないというのはやっぱ弱みの一つではありますので、まあできれば外枠がいいです。真ん中より外、10とか12とか8から12の間を取ってくれたら僕は迷わず
もうこの時点で本命に推したいというような、そんなような馬です。はい、続いて名村メーテルです。あ、この馬1勝クラスですら負けてしまうような馬です。厳しいと思います。はい、続いてはフラリオナです。まあこの馬前走勝って欲しかったですね。正直あそこまで行ったら。結構こういうのって僕の中で、まあ運命とまで言わないですけど、差があると思っていて、やっぱ勝つって大変なことだと思うんです。まあ、確かに前走2着でね、ものすごい足で突っ込んできていい競馬しました。ただやっぱ勝ちきれなかったっていうのが、まあ、申し訳ないですけど、この馬の現状なのかなというふうな気はしていまして、まあ次のこれもまたフィリーズリビー要因がめちゃくちゃ増えちゃうんですけど、1004とか、そんな条件で狙いたいようなそんな馬です。はい、続いてはポールネイロンです。まあこの馬前走も諦めてましたね、ジョッキーが。もう抑えることを。結構その開幕週の、開催前半の中京で逃げ切って、開催最終週終盤の中京で逃げ切るって、本来は避けたいはずなんですよ。ジョッキー引き入れて考えたら。でもそれでもそれは叶わずに、で、今回無理やり矢作厩舎、矢作調教師が、今回は控えるよみたいなこと言ってるんですね。となるともう今回陣営にとっては今回教育の場だと、そんな風に僕は認識してます。で、やっぱオルフェーブル3区ということもありますし、僕は将来ダートに行っても面白いような気もしてますね。で、ジャスティンっていう馬がカペラステークス出るんですけど、これも矢作厩舎で、オルフェーブル。そんなような匂いを感じるさせる馬でもあるので、やっぱ今回 G1 のこの舞台では厳しいというのが僕の今の気持ちです。はい、続いてはメイケエールです。なんか笑っちゃいましたね、この馬の前走。なんかその時なんか知り合いと一緒に見てたんですけど、もう道中どんどん持ってかれるみたいな、で終わってみたらレコード勝ちみたいな、なんか本当規格外というか、ちょっとわけのわかんないようなそんな馬なんですけれども、ここは2つあります。もちろんその1つっていうのは前走ジョッキーが言ったように、距離伸びて折り合いどうだろう、これ以上伸びたらやばいよみたいなはっきり言ってたんで、そこの対するそこに対する不安と、もう一個は、え、1004、阪神1004開幕週とはいえあれで勝っちゃうのみたいな、その天秤に今僕はいるんですよ。どっち取りましょうっていうところなんですね。で、正直2歳 G1 という現状の完成度に関して言えば、3着とかそのゾーンには全然入れる馬だと思います。これがね、例えば桜花賞とかそういうレベルになったら正直、切るそんなような選択肢が浮かんじゃう馬なんですが、やっぱこの負けてないという現実もありますし、2走前に任したモントライゼ、これは KO 杯勝ってます、まあ、そんなボバ相手にね、結構強いボバ相手にもやってきたという経験値は評価しなければならないというような印象ではありますので、まあ、本命にはしないです、本命にはしないんですけれども、まあ、2列目とかそのような結構高めのゾーンにいてもおかしくないような、そんなような一頭だと思います。はい、続いてはユーバーレーベンです。これ本当気を悪くされたら申し訳ないんですけど、前走は本当ジョッキー下手すぎでした。って言ってもいいぐらいのちょっとひどい感じだったんですよ。結構やっぱこの馬の能力って本当2走前に、凝縮されていると思っていて、結構3コーナーもう勝負どころに入るだいぶ前からもうむちゃくちゃなまくりをしたんですね。あ、これ無理だなって思いました。で、思って、実際直線でももう、ソダシに並びかけるんですが、次離されて、あ、これきついなと思ったんですけども、そっからまたグッグッと人伸びしたんですよ。で、終わってみれば、ソダシと首差まで追い詰めたみたいな。この馬のスタミナ、えぐいです。本当に。まあ、確かに、そうなった時に、今回のこの阪神戦力っていうのは、スタミナが前面に生きる舞台かと言われれば、イエスとは言い切れません。言い切れないんですが、この馬の全能力を発揮した場合、要するにその前の視界がこうクリアに開けたような状態でレースを運べた時に、こうズン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 と伸びてくる可能性は僕はあるとは思ってます。まあそうですね、一番合ってるのはこの条件だったら絶対本命っていうのはあるんですよ、僕この馬に対して。それは雨のフローラステークスです。であれば絶対本命しますという馬なんですが、かといって前走だけで僕は見かけることはしません。前走は能力出していません。その後にやっぱ今回、まあデムルジョッキーはね、ちょっとここのとこ不運と言いますかね、あまりいいような流れにはないんですけれども、そろそろ一発やってくれるんじゃないかというような期待も込めて印は打つとは思います。はい、続いてはヨカヨカです。まあこの馬もね、ファンの多いような馬なんですけれども、まあ前走ねだろうなって思っちゃいました、正直。まあ負けたという結果もそうなんですが、うん、やっぱ高速馬場とかああいう感じではちょっと対応しきれないのが現状なのかなというような、そんな印象です。ただ2歳夏で終わるような馬だとはまだ思っていないので、例えば来年のね、その夏のスプリント戦線とか、そこまでちょっと長い目で見てあげたいような、そんなような馬です。
はい、続いてはリンゴ飴です。またしても人気馬ですね、これ。人気馬というのはその、馬名的な、そっちの意味での人気馬なんですけれども、まあそうですね、このままちょっとさっきのヨカヨカとちょっと被るような部分があるんですけれども、まあ夏の洋芝で2戦連勝して、中央場所で全く、いいところがなかった。それが現状なのかなというような、そんなような印象です。まあ印とかにはちょっと回んないかなというような、そんな馬です。はい、続いてはルクシオンです。前走距離短縮で勝ったような馬なんですけれども、やっぱ現状戦2が合ってると思います。戦4の舞台ですらちょっと、精彩を欠くような内容でしたし、まあ、戦6の G1 となると厳しいと思います。はい、以上が阪神ジュベナイルフィリーズの前頭分析となります。まあ、今回からね、その G1 に関しても評価 S から評価 C みたいな感じでやっていったんですけれども、まあ結構ね、その目安としてはすごく見やすくなったのかなというのはそんな気もしています。まあ、必ずしもその、例えば評価 S だから本命とか、評価 C だから買わないとかとは限らないので、まあ、そこはちょっと最終結論というところまで見ていただければ嬉しいなと思っておりますので、週末の方のね、動画もぜひよろしくお願いします。であとね、その金曜日、中日新聞杯の方も動画上げます。ありがとうございます何がありがとうか分かんないですけど、うん、やりますので、まあさすがに全体ほどね遅くはならないようにはなんとか頑張りたいと思いますが、まあそれちょっと僕の申し訳ない都合とかもあるはあるので、なるべく早く上げれるようになんとか頑張っていきたいと思いますので、そのあたりの動画もよろしくお願いします。では週末また重賞の分析で、お会いできればと思います。それではまた。